中島厚氏は日本の経済学者、エコノミストである。元独立行政法人経済、産業研究所理事長。東京都出身。1975年に東京大学法学部卒業後、日本工業銀行に入校。調査部主任部員、国際営業第一部課長、産業調査部副部長、パリ支店長、パリ工銀社長などを歴任。 2000年調査部長。2003年、水保コーポレート銀行執行役員調査部長兼、水保総合研究所執行役員、チーフエコノミスト。4年4月より、水保総合研究所専務執行役員調査本部、長。2011年4月、独立行政法人経済産業研究所理事長に、就任。2020年4月、経済産業研究所、 コンサルティングフェロー。2020年6月、公益財団法人日仏会管理,理事長。法務省、出入国管理政策懇談会委員、経済団体連合会、経営労働政策委員会、アドバイザー、明治大学専門職大学院グローバル、ビジネス研究科特別昌平教授。フランスに12年間居住経験があり、フランス語に堪能。 読売年間2016年版 P195-ABCDEFGHIJK ハット役職員プロフィール中島敦氏、経済産業研究所2018年8月29日閲覧ご挨拶公益財団法人日二会館。ありがとうございます